こんにちは、ももちのです。今日は私が販売しているマスクに一緒に同封させていただいたマスクフィルターについて説明をしていきたいと思います。主にどんな役割なのか、どんな使い方をすればいいのかっていうところを説明できればいいなと思っています。現在私のショップ、ももちのショップで販売している布マスクだけでも十分なくしゃみや咳などで出てくる唾液などが広がることを予防することは十分に可能です。なんですけど、やっぱり、花粉症の方だったりとかね、まだいると思うので、花粉とか、その唾液だったりとかホコリよけの効果をもっとアップするために、ちょっと少しだけですけどマスクフィルターを同封させていただいている運びとなりました。今私のももちのショップで販売しているマスクにはこのような2種類のマスクの形があります。この形のマスクだと皆さん結構馴染みのあるプリーツタイプで、ここを剥がしたりしてこう間にフィルターを入れることができません。もう一つの立体型マスクっていう風に私が呼んでいるこの形のものは、内側見てみるとこのように外の布と内側の布を開けることができます。なのでこの内側にフィルターを入れることができるようになっています。ではまず最初にプリーツタイプのマスクの使い方、フィルターをつけた時の装着方法をお伝えしようと思います。このようなプリーツタイプになっているものはマスクの間にフィルターを入れるところがありません。なのでマスクと口の間にフィルターを入れて装着する形になります。こんな感じです。でこの使い方をした場合、クシュンとくしゃみをした時にこのフィルターを交換することで、いつも清潔な内側の状態を保つことができます。次に立体型マスクです。このマスクは内側と外側の布が離れるようになっているので、この間にフィルターを入れるようになっています。実際に入れてみましょう。よいしょ、こんな感じです。だいたい入ったらちょっと端っことか出てこないように、こう綺麗にちょっと内側に引っ張って、形を整えて、はい、これで完成です。で、このマスクの使い方、フィルターの入れ方でいいのはずれないこと、すると落ちてこないこと、こうマスクを取った時に一緒にひらりとマスクフィルターも取れちゃうってことがないっていうのが利点になります。実際つけると、内側になってるだけなので、こんな感じで特に問題なく使うことができます。マスクフィルターは基本的に1日1回交換を目安として使用してください。で、ものによっては、1日以上使えるものもあるんですが、私が同封しているものは1日1回交換のものです。また、1日経たなくても汚れてしまったなと感じたときは、早めに、破棄したり、交換したりを行ってください。よろしくお願いします。布マスクについては1日1回交換を目安とするのですが、一度外出された場合は手洗いの時に洗濯機の中に入れるなどした方が、マスクの中や外についているウイルスや菌をお部屋の中に持ち込まずに済むと思いますので、そちらも実践してみてください。こちらのマスクが気になった方は動画概要欄で私のももちのショップ、ウェブショップも書いてありますので、ぜひご覧になってください。よろしくお願いいたします。では、さようなら。バイバーイ。